ビッグアイズは2014年12月25日に全米公開されたアメリカ合衆国の電気映画である。監督はティム・バートンが務め、主演はエイミー・アダムスとクリストフ・バルツが務める。日本では2015年1月23日に公開された。マーガレットは娘を連れて夫と別居を始めた。その別居先の街でバツイチの男性で画家のウォルターと出会う。 出会って間もなく、二人は結婚をした。1950年代に、ウォルター・キーインはマーケティングで、アメリカ中の電気店や、ガソリンスタンドに大きな目を持つ、子供の絵を大量に売る会社を設立した。そして、金持ちになったウォルターはアーティストを自称して、トークショーの常連となった。しかし実際には、妻のマーガレット・ギーンが絵を一から描き、ウォルターはそれに署名するだけだった。 そのため、マーガレットの画家としての能力は社会に知られることがなかった。そんな中、二人の結婚生活は破綻してしまう。これをきっかけにマーガレットは大きな目を持つ子供を描いたのは自分だと世間に公表しようとしたため、ウォルターから気が狂っているとののられる。最終的に二人の争いは法廷に持ち込まれることとなった。カッコ内は日本語吹き替え2010年9月。 スコット・アレクサンダーとラリー・カラゼウスキーが本作の脚本を執筆し、ティム・バートンが制作を担当することが発表された。なお、この3人が共同で仕事をするのは1994年のエドウッド以来のことである。本作は当初、アレクサンダーとカラゼウスキーが監督を兼任し、リース・ウィザー・スプーンとライアン・レイノルズが主演を務める予定であったが、 最終的にバートンがメガホンを取り、エイミー・アダムスとクリストフ・バルツが主演を務めることになった。2014年5月1日、ワインスタイン・カンパニーは本作を2014年12月25日に全米公開すると発表した。ありがとうございます。